はいえー、皆さんこんにちは。今日はですね、モンタヌスの世界は全くのデタラメではないというタイトルでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、この動画を作るきっかけなんですけども、えー、昨日ですね、えー、私の動画を見てくださった方から、えー、コメントいただきまして、えっ、ー、と、こちらの今画像に映って いる、えー、モンタヌスの、えー、日本史の中に、えー、出てくる、えー、日本の船軍船なんですけども、えー、そちらの、えー、そちらがですね、えー、実際に、えー、日本でも1600年頃には、えー、とこういった船を作る技術っていうものが実際に ということが a わ、えー、かりましたというコメントをいただきまして、えー、そちらを、えー、確認させていただきましたはいでえっ、ー、とこちらのですね、えー、モンタヌスの、えー、絵の方なんですけども これは早船というんですかね、えー、と呼ばれる軍船なのではないかというふうにあの解説ので書かれてたんですがはいえー、とい,ただいたコメントからですよねこちらじゃないかということで、えー、これがですね「日本丸」えー「あたけ船」と読むそうなんですけども、えー、こちらではないかという、えー、コメントをいただきました。 こちらの日本丸アタケ船といます、うのはですね、はい、巨体で重厚な武装の戦艦です。数十人から百数十人の戦闘員が乗り込むことができたということみたいですね。要するに昔のこう、軍、戦艦ということになりますね。アタケ船というのは。 はい。他の絵もこういった絵があって、えー、右側の絵でありますとか、左側は一番大きなのが、その、えー、畑あたけ舟、あ舟日本丸ということらしいです。で、豊臣秀吉の頃から建造されていたと、あります。諸説はいろいろありますので、ウィキの方などをご覧ください。はい。えー とそれでそのもう一つですねあのコメントをくださった方からご指摘があったのがちょっと不思議な、えー、あれなんですけども、えー、こちらあのタータリアの国旗ですねこの前も動画の方でアップさせていただきましたそちらとですねこのアタケブーネ日本丸の選手像なんですけどもこちらですね こちらがとてもよく似ていると思いますというコメントをいただきまして、私も実際画像を見てみたんですけど、選手像の方はこれ、まあ、龍になるかと思うんですけど、タータリアのこの国旗の方は、これは龍なんですかね。二つともやはりと、よく、あの、似ているなと思います。あとですね、えー、っと、もう一つ、 タータリアの国旗がですね、えー、ヤタガラスに似てるって感じるっていうコメントもいただいたんですけども今こうやってタータリアの,あの国旗を見ると前に手が2本あって後ろからもその手と同じような形のものが1本出てまして3本足があるように見えるんですね。なので これは今話しながらちょうど気づいたので何も調べてはいないんですけど、これはとても今思うとヤタガラスに似てるなぁと、あの、思いました。ちょっとまたこれ気づいたんで、えー、調べてみたいと思います。はい。でですね、今日この動画を作る上で、えっ、ー、と皆さんにちょっとお伝えしたいなと思ったことはですね、あの、左側の モンタの,その本日本史に出てくる絵と、えー、右側に、えーまあ、実際描かれたとされているその船ですねこちらの絵を比較してみるとあの確かに、えー、西洋っぽい感じにはなってるんですけどもその何て言うんでしょう大きいディテールの面っていうのはそんなに違ってないような感じがするんですね。 モンタヌスの日本史の中の絵っていうのは全くの想像で描かれた傍頭無形なものだということになってるんですけどもこの絵を比較してみる限りですと全くその傍頭無形とは言えないんじゃないかな全くの想像から描かれたっていうわけではないんじゃないかなっていうふうに、えー、思わざるを得ないんですね。 なので、えー、この絵を比較してみて分かったことは、まあ、少し西洋化しているが、原型とかなり近い描かれ方をしていると、えー、全くのデタラメではないということが、これで強まったと。で 他の、えー、そのモンタンのその日本史の中に出てくる絵も、同程度のその変化であったり、何、えー、て言うの、誇張と言いますか、その、えー、描かれ方の変化ですね。それを、えー、想定して他の絵も見てみると、また新たな発見があるんじゃないかなと思いましたので、えー、皆様にこのことをお伝えしたく、この動画を、えー、作ってみました。 えー、皆様はどうお感じになるでしょうか、えー、また、えー、何かありましたらば、えー、コメント等いただければありがたいです私の方でもまた何かあのまとめられるものありましたらば動画の方で発表したいと思います、えー、では今日は以上となりますありがとうございました